ーターの水野さあやです。今日のテーマは女子だけのクリパ。せっかくだから普段はできない夢かわメイクで決めてみませんか。そんな方におすすめしたいサンクスアイテムはこれ。マルチに使えるカラフルなペンシルで遊んでみたり、女性らしい香りを楽しんでみたり、いつもと違う気分を楽しんでみてね。で、私は今回このブルーのアイライナーを、黒のアイライナーの上に重ねて使ってみました。他にもたくさんの色があったので、普段でも夢かわメイク試してみたいなって思っています。アイテムは全部私プラスで買えちゃいます。サイトでチェックしてね。明日はどんなアイテムに出会えるかな、お楽しみに。